ハンス・クリスチャン・アンデルセン作矢崎源九郎役アンネ・リスベットアンネ・リスベットはまるでミルクと血のようです若くて元気で美しい娘です歯は真っ白にピカピカ光り目は澄み切っています足は ダンスをしているように軽々としています。気持ちはそれよりももっと軽くて陽気です。で、このアンネリスベッドはどうなったでしょうか。赤ん坊のお母さんになりました。醜い赤ん坊のお母さんに。そうです。赤ん坊はきれいな子ではありませんでした。 その子は生まれるとすぐ溝掘り妊婦の女将さんのところに預けられてしまいました。お母さんのアンネリスベットは伯爵様のお屋敷に働きに行きました。アンネリスベットは絹とビロードの着物を着て立派な部屋の中に座っていました。アンネリスベットのところには 隙間風一つ吹き込んではきませんでした。誰もアンネリスベットに乱暴な言葉をかけてはなりませんでした。そんなことをすればアンネリスベットの体に触るかもしれませんから。何しろアンネリスベットは伯爵様の赤ちゃんの乳母なのですから。赤ちゃんは王子のように上品で、 天使のようにきれいでした。アンネリスベットはこの赤ちゃんを心からかわいがりました。ところが自分の赤ん坊は溝掘り妊婦の家にいました。この家ではお鍋が煮立って吹きこぼれるようなことはありませんでした。けれども赤ん坊の口だけはしょっちゅう泡を吹きこぼしていました。 この家には大抵の時誰もいませんでした。赤ん坊が泣きわめいてもそれを聞きつけてあやしてやろうとする者がいないのです。赤ん坊の方は泣いているうちにいつの間にか寝入ってしまいます。眠ってさえいればその間はお腹が減っていることも喉が渇いていることも感じないものです。 本当に眠りというものは素晴らしい発明ですよ。それから何年も経ちました。時が経てば草も伸びるとよく言われますが、アンネ・リスベットの子供もその通りすくすくと大きくなりました。もっともあの子はどうも発育が良くないと人々は言いましたが、 さて、その子はお母さんがお金をやって預けた溝掘り妊婦の家の人間にすっかりなりきっていました。お母さんの方は子供とは全く縁がなくなってしまいました。町の奥さんになって気持ちの良い楽しい暮らしをしていたのです。よそへ出かけるときにはちゃんと帽子をかぶっていったものです。しかし、 溝掘り妊婦の家には一度も行ったことがありませんでした。なぜってその家は町から大変離れていたからです。それに用事もありませんからね。男の子は溝掘り妊婦の家の家族の一人になっていました。うちの人たちはこの子はガツガツ食うなあと言っていました。 そこで食べるものぐらい自分で働いて稼がなければなりません。こうして男の子はえんせんさんの赤い牛の世話をすることになりました。実際もうこんな風に家畜の世話をして手伝いをすることができるほどになっていたのです。白尺のお屋敷の布さらし場では 鎖につながれた犬が犬小屋の上に偉そうに座り込んでお日様の光を浴びています。誰かがそばを通りかかると決まってワンワン吠え立てます。雨の日にはこの犬は自分の小屋の中に潜り込んで一しずくの雨にも濡れずに暖かにしています。一方、アンネ・リスベットの子供も お日様の光を浴びながら、溝の縁に座って、杭を削っています。春の頃、花の咲いている野いちごの株を三つばかり見つけました。その時は、きっと今に実がなるぞと思って楽しみにしたものです。ところが、実は一つもなりませんでした。霧雨が降ってきました。 なかにすわっているとびしょぬれになってしまいましたけれどもまもなくつよいかぜがふいてきましたぬれてからだにくっついているきものをかわかしてくれましたおとこのこはおやしきへいくとみんなにつつかれたりぶたれたりしましたなんてきたないこだいやらしいこだ ゲジョもゲナンも言うのです。でも、この子はそういうことには慣れっこになっていました。かわいそうに、誰にもかわいがられたことはないのです。さてそれから、アンネリスベットの男の子はどうなったでしょうか。他に、どうなるはずもありません。誰にもかわいがられたことはない。 これが、この子の運命だったのです。この子は、陸から船に乗り移って、海に出ました。と言っても、ちっぽけな船です。男の子は、船頭がお酒を飲んでいる間に、火事のところに座っていました。いつも汚らしい汚れた格好をしていました。それに、 寒そうにブルブル震えていてガツガツしていました。その様子を見れば誰でもこの子は腹いっぱい食べたことがないんだろうと思いそうです。いや本当にそのとおりだったのです。秋の終わりのことでした。風が吹き出して雨も混じり始めました。 荒れ模様の天気になってきました。冷たい風が厚い着物を通して肌まで染み入りました。ことに海の上ではそうです。今、その海の上を小さなホカけ船が一層走っていました。船には二人の人間しか乗っていません。いや、もっと正しく言えば、 一人と半分です。というのは乗っていたのは船頭と小僧でしたから。この日は一日中薄暗い天気でした。それが今はますます暗くなって寒さも身を切るようでした。船頭は体の底から温まろうと思ってブランデーを飲みました。 ブランデーの瓶は古いものでした。コップも古いものでした。コップは上の方は何でもありませんでしたが、足が折れていました。それで木を削って赤く塗ったのを足の代わりにしていました。一杯のブランデーでもよく効くんだから、二杯飲めばもっとよく効くだろうと、船頭は思いました。 小僧は火事のところに座っていました。タールで汚れたかじかんだ手で火事にしがみついていました。それにしてもにくい小僧です。髪の毛はぼうぼう、体はずんぐりむっくりです。この小僧は言うまでもなく溝掘り妊婦の子供でした。教会の名簿では アンネリスベットの子供となっていましたが、風はヒューヒュー吹きまくり、小舟は波にもまれました。帆は風を受けて膨れました。舟は飛ぶように走っていきました。周りは激しい雨と風です。けれども、それだけでは済みませんでした。ストップ。なんでしょう 何がぶつかったんでしょう何が砕け散ったんでしょう何が船の中になだれこんできたんでしょう船はくるくるとまわっています。大雨がざっと降ってきたんでしょうかそれとも大波が盛り上がってきたんでしょうか少年は火事のところで大声に叫びました。イエス様 船は海の底にある大きな岩にぶつかったのです。そして村の沼に沈んでいる古靴みたいに海の底に沈んでしまいました。世間でよく言うように人間はもちろんネズミ一匹生き残りませんでした。船にはたくさんのネズミの他に人間も一人半 つまり船頭と溝掘り妊婦の子供がいたのですが船の沈んでいくありさまを見ていたのはただ泣き叫ぶカモメと水の中の魚たちだけでしたけれどもそのカモメや魚たちも本当はよくは見ていなかったのですなぜってみんなは水がどっと と船の中に流れ込んで船が沈んだときびっくりして脇へ逃げてしまったのですから船は水面からたった二メートルぐらいのところに沈みました二人は海の底に葬られました葬られて忘れられましたただコップだけは沈みませんでした 青く塗った木の足のおかげでぷかりぷかりと波のまにまに浮かんでいたのですやがて波に運ばれて海岸に打ち上げられると砕けてしまいましたいったいどこにでしょうそしていつのことでしょういやいやその話はもうやめにしましょう そのコップはコップとしての役目も立派に果たし人に可愛がられても来たのですからしかしアンネリスベットの子供はそういうわけにはいきませんでしたけれども天国ではどんな魂も誰にも可愛がられることはないなどとは言われないでしょうアンネリスベットは それからも町に住んでいました。もう何年も住んでいます。人からは奥さんと呼ばれていました。奥さんは昔、伯爵の家で働いていた頃のことを思い出しては、よく人に話しました。そういう時には、特別にぐっと胸を張ったものでした。よそへ馬車で出かけたり、伯爵の奥様や、 男爵の奥様方と話をしたことを嬉しそうに話しました。あの可愛らしい白爵の坊ちゃまは、それはそれは愛らしくて、神様の天使のようでした。この上もなく心の優しい子供でした。坊ちゃまはアンネリスベットにとても懐いていました。アンネリスベットも坊ちゃまが大好きでした。 二人はキスをしたりふざけあったりしました。坊ちゃまはアンネリスベットにとっては大きな喜びでした。自分の命の次に大事なものでした。その坊ちゃまも今は大きくなって十四歳になっています。勉強もよくできる美しい少年です。アンネリスベットは 赤ちゃんの時に抱いてあげてから、坊ちゃまには一度も会ったことがありませんでした。それもそのはず、伯爵のお屋敷へはもう何年も行ったことがなかったのです。お屋敷へ行くのにはかなりの旅行をしなければならなかったのです。一度、思い切って行ってこよう、とアンネリスベットは言いました。 すてきなわたしのかわいいぼっちゃまのところへすぐいってこようきっとぼっちゃまもわたしのことをこいしがってこころにかけていてくださるにちがいないわむかしはてんしのようなちいさなうでをわたしのくびにまきつけてアンリスとおっしゃったものだわそうそうあのころはバイオリンのようなこえをしていらっしゃったわ そうだわ、思い切ってお目にかかりに行ってこよう。アンネ・リスベットはしばらく牛車に乗せて行ってもらいました。それからは自分の足で歩いて伯爵のお屋敷に来ました。大きなお屋敷は昔のままで光り輝いています。表のお庭も昔の通りです。 けれども、家の中にいる人たちは、アンネリスベッドの見たこともない人ばかりです。向こうでも誰一人アンネリスベッドを知っているものはありません。もちろんアンネリスベッドが昔乳母としてこのお屋敷で大切な人だったということなどは、夢にも知りません。いいわ、もうすぐ奥様が。 私のことをみんなに話してくださるわ。坊ちゃまだってきっと。ああ、早く坊ちゃまにお目にかかりたい。と、アンネリスベットは思いました。とうとうアンネリスベットは、このお屋敷に来たのです。でも、長いことを待たなければなりませんでした。その、待っている間が、どんなに長く感じられたことでしょう。 うちの方たちが食卓に着く前にアンネリスベットは奥様のところに呼ばれました奥様は優しい言葉をかけてくださいましたかわいい坊ちゃまには食事の後でお目にかかることになりましたしばらくしてからまた呼ばれましたああ坊ちゃまはすっかり大きくなって ひょろ長くなっています。でも、美しい目と天使のような口元だけは昔のままです。坊ちゃまはアンネリスベッドを見ました。けれども一言も言いませんでした。はっきりとは覚えがなかったのです。坊ちゃまはすぐにくるりと振り向いて向こうへ行こうとしました。 アンネリスベットはその手を取って口に当てました。ああ、もういいよ。と、坊ちゃまは言って、部屋から出て行ってしまいました。このっちゃまこそ、アンネリスベットがどんなものよりも強く愛してきた人です。今でもやっぱり愛している人です。この世での一番の誇りなのです。 ところが、その坊ちゃまはさっさと行ってしまったのです。アンネリスベッドは、お屋敷を出て、広い大通りを歩いて行きました。心の中は悲しくてたまりません。坊ちゃまは、あんなによそよそしくなってしまった。私のことなどは、何にも考えていらっしゃらないし。 一言も話しかけてはくださらなかった。ああ、私はあの坊ちゃまを小さい頃昼も夜も抱いてあげたのに。それに今だって心の中ではずっと抱いてあげているのに。その時、大きな黒いカラスが目の前の道の上に降りてきました。カラスは カーカー泣き立てました。まあ嫌だこと。お前は本当に縁起の悪い鳥だね。とアンネリスベットは言いました。それから溝掘り妊婦の家に寄りました。入り口に女将さんが立っていました。そこで二人は話を始めました。お前さん。 なかなか大したもんらしいじゃないか。と、溝掘り妊婦の女将さんが話しかけました。まん丸く太ってさ、さぞかし具合がいいんだね。ええ、まあね。と、アンネリスベットは言いました。あの時二人の乗ってた船が沈んじゃってね。と、女将さんは言いました。 先導のラルスもあの子も溺れちゃったんだよ。二人とももうおしまいさ。私は今にあの子がいくらかは暮らしを助けてくれると思ってたんだがね。あんたももうあの子のためにお金を使う必要はなくなったよ。アンネリスベットさん。二人とも溺れてしまったんですか アンネリスベットは言いましたでもそれっきりそのことについては何にも言いませんでした。今アンネリスベットの心は悲しみでいっぱいだったのです。アンネリスベットは伯爵の坊ちゃまを心から愛していました。その坊ちゃまに会いたいばかりに遠い道を歩いていったのです。 それなのに、坊ちゃまは一言もアンネリスベットに話しかけてはくれなかったではありませんか。それに、今度の旅行ではお金もずいぶんかかりました。しかもそれに比べて大きな喜びは得られなかったのです。けれども、そのことは今は何にも言いませんでした。 こんなことを溝掘り妊婦のおかみさんに話して、それで気持ちを軽くしたいとは思わなかったのです。それどころか、こんな話をすれば、おかみさんは、この人はもう伯爵様のお屋敷では大事にされてはいないんだ、と思うに決まっています。その時、カラスがまたもやカーカー鳴きながら、 頭の上を飛んでいきました。あの縁起の悪い鳴き声のおかげで、とアンネリスベットは言いました。きょうは私、本当にびっくりさせられたわ。アンネリスベットは、おかみさんへのお土産に、コーヒー豆と菊地茶を持ってきました。おかみさんはコーヒーが飲めるので、 大喜びです。早速入れることにしましたアンネリスベッドも一杯頼みましたそこで女将さんはコーヒーを入れに向こうへ行きましたアンネリスベッドはいすに腰を下ろしましたがそのうちにうとうと眠ってしまいました眠っている間にアンネリスベッドは 不思議な夢を見ました。今まで一度も夢になど見たことのない人がその夢の中に現れたのです。それはアンネ・リスベットの子供でした。この家でお腹をすかして泣きわめいていたあの男の子です。誰にもかまってもらえなかったあの子です。そして今は 神様だけがご存知の深い海の底に横たわっているあの子の夢を見たのです。夢の中でもアンネリスベッドは今腰掛けている部屋の中にやっぱり腰掛けていました。女将さんも同じようにコーヒーを入れに行っています。コーヒー豆を炒る匂いがプンプンしてきました。その時、 とぐちにきれいな子供が現れました。白尺の坊ちゃまのように美しい子供です。その子はこう言いました。今、世界は滅びます。さあ、僕にしっかりつかまってください。なんと言っても、あなたは僕のお母さんですからね。あなたは、 天国に一人の天使を持っているんですよ。さあ、僕にしっかりつかまってください。こう言うと、天使はアンネリスベットの方へ手を差し伸べました。と、そのとたんにすさまじい響きがとどろきました。紛れもなく世界が破裂した音です。天使は空へ浮かび上がりました。 しかしその手はアンネリスベットの肌着の袖をしっかりと掴んでいます。アンネリスベットはなんだか足が地面から離れたような気がしました。ところがその時何か重たいものが足にぶら下がりました。いや背中の方までよじ登ってくるものもあります。まるで 何百人もの女にしがみつかれているみたいです。その女たちは口々にこう言っているではありませんか。あんたが救われるんなら私たちだって救われてもいい。捕まろう、捕まろう。こうしてみんなが我も我もとすがりつくのです。でもあんまり大勢すぎます。 ビリビリと音がしました。袖がちぎれました。途端にアンネリスベッドはものすごい勢いで落ちていきました。その時、ハッと目が覚めました。もう少しで腰掛けていた椅子と一緒にひっくり返るところでした。頭の中がすっかりごちゃごちゃになっていました。 それで、どんな夢を見たのか、ちょっと思い出すこともできませんでした。けれども、嫌な夢だったことだけは確かです。それから、おかみさんと一緒にコーヒーを飲みながらいろんな話をしました。やがて、アンネリスベットは別れを告げて、近くの町に行きました。その町で、 二馬車の御社に会って、その人の車に乗せてもらって、その晩のうちに自分の住んでいる町へ帰ろうと思ったのです。ところが、御社に会ってみると、明くる日の夕方でなければ出かけないということでした。アンネリスベットは、もし今夜この町に泊まるとすれば、どのくらいのお金がかかるかを考えてみました。 それから自分の町までの道のりを考えてみました。そして大通りを行かないで海辺に沿って行けば3キロぐらいは近そうだと心に思いました。空を見ればきれいに晴れ渡っていてお月様がまん丸く輝いています。そこでアンネリスベッドは歩いて行くことに決めました。 明日はうちに帰ることができるでしょう。お日様が沈みました。夕べを告げる鐘がまだ鳴っています。おやおやそれは鐘ではありません。沼の中で大きなカエルが鳴いているのでした。やがてそのカエルたちも鳴くのをやめました。あたりはしー と静かになりました。鳥の鳴き声一つ聞こえません。今はすべてのものが静かに眠っているのです。フクロウだけはまだ巣に帰っていませんでした。森はひっそりとしています。アンネリスベッドの歩いている浜辺もシーンとしています。聞こえるものといえば ただ砂を踏む自分の足音ばかりです海の表にはさざ波一つ立っていません深い水の中からは音一つ聞こえません海の底にあるものは生きているものも死んでいるものもみんなひっそりと黙りこくっていますアンネリスベッドは どんどん歩いていきました。世間でよく言うように何にも考えてはいませんでした。今のアンネリスベットは考えるということから離れていました。けれども考えの方ではアンネリスベットから離れてはいませんでした。考えというものは私たちから離れるように見えても はれているのではありませんただ、うつらうつらしているだけなのです。生き生きと働いていた考えが、うつらうつらしていることもあります。まだ働き出さない考えが、うつらうつらしていることもあるのです。しかし、考えというものは、いつかはきっと表に現れてきます。 それは私たちの心の中で動き出すこともありますし、頭の中でうごめくこともあります。それから私たちの上に降って湧いてくることもあります。良い行いは祝福をもたらすという言葉があります。また、罪を犯せば死に至る。 という言葉もあります他にも書かれたり言われたりしている言葉はたくさんありますけれども人はそれを知らないのです思い出せないのですアンネリスベットがやはりそうでしたけれどもそういうものがふっと表に現れて心に浮かんでくることがあります 罪も、徳も、すべて、私たちの心の中にあります。あなたの心の中にも、私の心の中にも、それらは、目に見えない小さな穀物の粒のように、潜んでいるのです。そこへ、外からお日様の光が一筋さしてきます。でなければ、 悪い手が触りに来ます。あなたは街角を右か左に回ります。ええ、それだけで決まってしまうのです。小さな粒は揺すぶられているうちに膨らんできて弾け飛びます。そしてその汁をあなたの血の中に注ぎ込みます。そうなると あなたはもう走り続けなければなりません人の心を不安にする考えも夢を見ているときには気がつかないものですしかしその間も働き続けているのですアンネ・リスベットも夢を見ながら歩いていました心の中ではいろいろな考えが動いていました 2月2日の聖母お清めの祝日から次の祝日の間までに心にはたくさんの借りができます。一年の間の決算ですが忘れられてしまうものもたくさんあります。例えば私たちは神様をはじめ隣の人や私たち自身の両親に対しても罪を犯しています。 口に出して犯している時もあれば、心の中で犯していることもあるのですが、そういうものは大抵忘れられてしまいます。私たちは普通そんなことは考えません。アンネリスベッドも同じでした。そのはずです。アンネリスベッドは国の法律や規則に合わないようなことは何一つしていないのですから。 それどころかアンネリスベットはみんなから正直で関心な立派な女だと思われているのです。そのことはアンネリスベット自身もちゃんと知っていました。さて、アンネリスベットは海辺に沿って歩いていきました。おや、向こうに何かがありますよ。 アンネリスベットは歩みを止めました。波に打ち上げられているのは何でしょう古い男の帽子です。どこか海の上で船から落ちたものでしょう。アンネリスベットはなおも近づいていきました。立ち止まってそれを眺めました。おや、まあ、横たわっているのは何でしょう 一瞬、アンネリスベッドはぎょっとしました。けれども、よくよく見れば、別にびっくりするほどのものではありません。階層とヨシが、大きな細長い石の上にまつわりついているだけではありませんか。もっともそれが、人間の体そっくりに見えたのです。ただの階層とヨシにすぎませんが、 それでもアンネリスベットはすっかり驚いてしまいました。なおも先へ歩いていくうちに、今度は子供の頃聞いた話がいろいろ頭に浮かんできました。例えば、浜の幽霊についての迷信です。これは寂しい海辺に打ち上げられて葬られずにそのままになっている 死人の幽霊の話です。それから、波にさらされたものというのもあります。こちらは、死んだ人の体のことです。別に誰にも悪いことをするわけではありません。ところが、浜の幽霊の方は、旅人が海辺を一人きりで歩いていると、その後をつけてきます。そして、 その人の背中にしっかりとしがみついて、どうか墓地へ連れて行ってください。ちゃんと教会の土の中に埋めてください。と頼むそうです。その時に、捕まろう、捕まろう、というのだそうです。アンネリスベッドは何の気なしに、 この言葉を繰り返してつぶやきました。と、突然、昼間見た夢が、はっきりと目の前に浮かんできました。夢の中では、大勢の母親が、つかまろう、つかまろう、と叫びながらしがみついてきたのです。世界は沈み、肌着の袖はちぎれて、自分は、 子ののの天使の手から離れてて落ちていったのです。その天使は最後の裁きの時に自分を天国へと引き上げに来てくれたのですが一方自分の子血を分けた自分の本当の子はどうでしょうその子は今海の底に横たわっているのです 一度も愛したことのない、いいえ、それどころか、思ってさえも見たことのない子です。もしかしたら、その子が浜の幽霊となって出てきて、捕まろう、捕まろう、墓地へ連れて行ってください、と叫ぶかもしれません。こんなことを考えると、 なんだか心配でたまらなくなってきました。ぐんぐん足を早めました。恐ろしさが冷たいぬらぬらした手のように迫ってきました。みぞおちの上にしっかりとくっつきました。アンネリスベットはもう少しで気が遠くなりそうでした。海の上を眺めるとなんだかぼーっとかすんできました。 濃い霧が押し寄せてきて草むらや木々のまわりにからみつきましたするとその草むらや木々はなんともいえないきみのわるいかたちになりましたおつきさまをみようとしてうしろをふりかえってみましたおつきさまはひかりをうしなったあおじろいえんばんみたいですその時 何か重たいものが手や足にくっついてきました。つかまろう、つかまろうというあの幽霊だなと心の中で思いました。もう一度振り向いてお月様を見ると、お月様の青白い顔がまるですぐ目の前に迫っているようです。霧が 白いリンネルのように肩にかかってきました。その時、つかまろう、つかまろう、墓地へ連れて行ってください、という声がしたようです。それと一緒にすぐ近くでうつろな声がしました。沼のカエルやカラスどもの声ではありません。なぜならそんなものの姿は、 どこにも見えないのですから、すると今度は、私をちゃんと土の中に埋めてください。ちゃんと土の中に埋めてください。という声がはっきり聞こえてきたではありませんか。確かにこれは海の底に横たわっている。 自分の子供が浜の幽霊となって出てきたのに違いありません。この子は墓地に連れて行って教会の土の中にちゃんと埋めてやらないうちは心の平和が得られないのです。そこでアンネリスベットは墓地へ子供を連れて行って埋めてやろうと思いました。 教会のある方に向かって歩き出しました。ところがしばらく歩いていくとしがみついている幽霊がだんだん軽くなってきました。しまいにはとうとう重みを感じなくなってしまいました。そこでアンネリスベットはまた考えを変えてさっきの近道に引き返そうとしました。ところがその途端に またあの幽霊にしっかりとしがみつかれてしまいました。つかまろう、つかまろう。そういう声はまるでカエルの鳴き声のようでした。悲しそうな鳥の鳴き声のようでもありました。しかし確かにはっきりと聞こえました。私を、 ちゃんと土の中に埋めてください。ちゃんと土の中に埋めてください。霧は冷たくぬらぬらしていました。けれどもアンネリスベッドの手や顔が冷たくぬらぬらしていたのはそのためではありません。恐ろしさのためだったのです。アンネリスベッドは 恐ろししししさをひしひしと身に感じました心の内には大きな場所がぽっかり口を開きましたそこに今まで一度も感じたことのない考えがあらわれてきました北の国のデンマークでは春になるとたった一晩のうちにブナの森が一斉に緑の芽を出すことがあります そして明くる日、お日様の光を受けると、若々しい美しさに光り輝くことがあります。私たちの生活の中にまかれている罪の種も、それと同じように、あっという間に膨らんで、考えや言葉や行いのうちに目を出すことがあります。両親が目を覚ますと、 それは瞬たたくうちにぐんぐん伸びて大きくなります。神様は私たちが思いもしない時に両親を呼び覚まします。そうなればもう言い訳は許されません。行いが証明となり考えは言葉となってその言葉は広く世の中に響き渡るのです。 私たちはこういうものが自分のうちにあってしかもよく押し殺されなかったものだと驚きます。また私たちは傲慢な気持ちから考えなしに撒き散らしたものを見て驚きます。心の中には徳も潜んでいます。その一方悪も潜んでいます。それらは どんなひどい土地でも目を出して伸びていくものです。今ここに言い表したことがアンネリスベットの頭の中に目を出してきました。アンネリスベットは恐ろしさに打ちのめされて地べたに崩れました。しばらくはただそのまま地べたを張っていきました。私を 地の中に埋めてください。地の中に埋めてください。という声がしました。アンネリスベットはいっそ自分を地の中に埋めてしまいたいと思いました。もしもお墓に入ることによって何もかも忘れることができるものならばアンネリスベットにとっては 真剣に目覚めるひとときでした。もちろん、恐ろしさと不安とは付きまとっています。迷信は、アンネリスベットの血を、時には冷たく冷やし、時には熱く燃やしました。今まで口にしたこともないようなことが、次々と頭に浮かんできました。幻のようなものが、 お月様の光を受けた雲の影のように音もなくそばを通り過ぎましたそれは前に話には聞いていたものです4頭の馬が目や鼻から炎を吐きながら燃える馬車を引いていました馬車の中には何百年も前にこの辺りを収めていた 悪い殿様が乗っていました。何でもこの殿様は毎晩真夜中に馬車に乗って自分の領地に行きすぐまた引き返すのだという話です。けれどもこの殿様は私たちがよく死神について思い浮かべるように青白くはありません。それどころか墨のように それも火の消えた炭のように真っ黒でした。殿様はアンネリスベットに向かってうなずいて手招きしました。つかまろう、つかまろう。そうすればまた伯爵の馬車に乗って自分の子供のことも忘れられるぞ。アンネリスベットは 一層足を早めました。墓地にたどり着きました。ところが黒い十字架と黒いカラスたちが目の前に入り乱れていてその見分けがはっきりとつきません。カラスたちは昼間と同じようにカーカー泣き叫んでいます。けれども今はようやくカラスたちの言おうとしている意味がわかりました。 私はカラスのお母さん。私はカラスのお母さん。と、カラスたちは口々に叫んでいるのでした。カラスのお母さんは、子供がまだ飛べないうちに、巣から突き落とすということです。それで、カラスのお母さんというのは、情け知らずのひどいお母さんのことなのです。 アンネリスベッドは自分もカラスのお母さんと同じだと気がつきましたきっと今に自分もこういう黒いカラスに変えられてしまうでしょうそしてお墓が掘ってやれないと言ってこのカラスたちと同じようにしょっちゅう泣きわめかなければならないかもしれませんはっとしてアンネリスベッドは 地べたに身を投げ出し、硬い土を手で掘り始めました。たちまち指からは血がほとばしり出ました。私を地の中に埋めてください。地の中に埋めてください。という声が絶えず聞こえました。アンネリスベッドはニワトリが鳴いて、 東の空が赤く染まってくるのを恐れました。なぜって、それまでに自分の仕事をやり終えないと、何もかもだめになってしまうのです。その時、鶏が鳴いて、東の空が赤くなってきました。けれども、お墓はまだ半分しか掘れていないのです。氷のように冷たい手が、 頭から顔へ滑り落ちて胸まで下がってきましたお墓はまだやっと半分とため息交じりに言う声がしました何かがアンネリスベットの体からふわふわと離れて海の底へ戻っていきました言うまでもなく浜の幽霊です アンネリスベッドは打ちのめされて地べたに倒れました。もう考える力も感じる力もありません。アンネリスベッドが気がついた時にはもうすっかり明るくなっていました。二人の男が自分を抱き起こしてくれています。見ればそこは墓地ではなくて 海辺でしたしかもその海辺の砂の中にアンネリスベットは深い穴を掘っていたのですそれに指もけがをして血が出ていました青く塗った木の足のコップが砕けていてそれで指を切ったのですアンネリスベットは病気でした両親のカードの中に 名神のカードが混ぜられてその中かから一枚引き抜かれたののですそのため今は半分の魂しか持っていませんでした。あとの半分は自分の子供が海の底に持って行ってしまったのです。その魂の半分は今海の底にしっかりと縛りつけられています。 それを取り戻さないうちは天国に登っていって神様のお恵みを受けることはできないでしょう。アンネリスベットはやっとの思いで家に帰ってきました。けれども今までとはがらりと人が変わってしまいました。頭の中はもつれた糸玉のようにもつれにもつれていました。 けれどもその中を一つの考えだけがはっきりと貫いていました。それは浜の幽霊を教会の墓地に連れて行ってお墓を掘ってやりそうすることによって魂の全部を取り戻すということでした。アンネリスベットはいくばんもいくばんも家から姿を消すようになりました。 そういう時には決まって海辺にいるところを人に見つけられました。もちろんアンネリスベットは浜の幽霊が出てくるのを待っていたのです。こんなふうにして丸一年経ちました。ある晩のこと、突然アンネリスベットはまた姿を消してしまいました。 ところが今度はなかなか見つからないのです。あくる日は一日中みんなで探し回りました。でもやっぱりダメでした。夕方になって薬草が夕べの鐘を鳴らすために教会の中へ入っていきました。ふと見ると、聖壇の前にアンネリスベッドがひざまずいているではありませんか。 アンネリスベッドは朝早くからずっとここにいたのです。体の力はもうほとんど抜けきっているようでした。けれども目は光り輝き顔にも生き生きとした赤みがさしています。お日様の最後の光がアンネリスベッドの上を照らしました。星団の上に広げられている 聖書の飾り金をキラキラと照らしました。そこには預言者ヨエルの言葉が書いてありました。んじら、衣を咲かずして、心を咲き、んじらの神に帰るべし。それは偶然だよ、と人々は言いました。 世の中の大抵のことは偶然だといわれるものですねお日様に照らされているアンネリスベットの顔にははっきりと平和とお恵みが現れていましたとても良い気持ちですとアンネリスベットは言いましたとうとうアンネリスベットは打ち勝ったのです ゆうべは自分の子供の浜の幽霊がそばにやってきてこう言いました。お母さん、あなたは僕のためにお墓を半分しか掘ってくれませんでした。でも、この一年間というものは、あなたの心の中にしっかりと僕を入れておいてくれましたね。子供にとっては、 お母さんが自分の心の中に入れておいてくれるのが何よりもうれしいことなんですよ。こう言って前にとっていった魂の半分をアンネリスベットに返しました。それからアンネリスベットをこの教会に案内してきたのです。今は、 私はまのお家にいますここではどんな人も幸せです」とアンネリスベットは言いましたお日様がすっかり沈みましたその時アンネリスベットの魂は高く高く天に昇っていきましたそこではもう恐ろしいと思うことはありません この世で立派に戦い抜いた人にとってはです。アンネリスベットこそ、そういう立派に戦い抜いた人なのです。